治の一角に対する評価ってかなり高いよねに対するみんなの反応を見ていくぜ。善治ってやたらハゲのこと評価してるよね。先輩だし。善治は基本的に目上の人を敬うよね。同期のひなもりだって自分より役職上だった頃はしっかり敬語使ってたし。3問いどころか9も厳しいだろ。9番副隊長が11の5席に負けてるから対外的に見たらハゲが上に来てもおかしくないはず。実力はともかく人柄は悪くないし。なんならレンジの方が強いのに。自分は百夜を超える。してるからな。勝手な言い分すぎる。挽回できるから隊長やれってんならまずレンジが隊長に立候補しないと筋が通らないよな。自分が百夜の下にいたいから隊長にならないのにハゲにはやれって虫が良すぎるだろ。ハゲよりはレンジの方が隊長にふさわしいと思うよ。いや俺は隊長に勝たないと一生そこより上に行けないから。ハゲの弟子なだけある。言ってること一緒だ。すまぬさんはちょっとハードルが高すぎる。挽回できる時点で副隊長以上だから妥当だろ。挽回があれでさえなければまあギリ隊長にふさわしいラインなのは確かだと思う。一角自体は好きなんだけど、ちゃん一に素手でむしられる視界の時点でやっぱなんかおかしいって。ハゲは強さを置いといても副隊長向きだと思う。ヤチルの面倒見て書類仕事もしてくれるハゲがいないと11番隊が回らねえ。まあ三席だけど。強さ一番的な感じになってるけどやっぱり実務も大事だよね。じゃあやっぱりハゲって隊長にすべきなんじゃ？隊長は有事の際の防力装置だから戦闘力優先。副隊長はその辺を補える人と考えるとレンジとかハゲは副隊長とか補佐官向きだとは思う。挽回できると言っても二人とも修行足りてないし。ハゲは戦闘でしっかり頭使うから指導もできるし実務もこなせるしローラースルー5を手作りできるしで隊に一人は欲しい人材だぞ。やっぱ補佐向きだよなハゲ。仕事押し付けられっていうか見せきって副隊長補佐でもあるからね真っ当に仕事してる。少なくとも夜市さんの知る限りだと挽回抜きで隊長になれたのはケンちゃんだけよ。司会できただけで本来はエリートだしな。司会できればエリートで挽回できればレジェンドって感じだと思う。本当に申し訳ないけどハゲよりキラの方が強そう。ワビスケの能力クソ強いからな。さすがにハゲのが格上じゃねえかな。挽回できるだけで霊圧跳ね上がるし。11番隊はハゲいないと多分機能不全を起こす。ハゲいないと同時に弓地下もいなくなるし。ハゲは実力はともかく人望と育成力あるっぽいから戦わないなら隊長向きではある。出し惜しみして負けたのと能力弱くね。ってのが混ぜられてよくわからない評価になってる。戦い方教えてくれた師匠でその時には挽回できるって教えてくれてるから高評価なのも当たり前なのだ。強さだけが足りない男。よく勘違いされて言われるのは一角は挽回がバレたら隊長にされるという理由で隠してるわけじゃない。前次みたいに一角の弟子枠が一角さんが隊長やるべきっすよみたいに騒ぎ立てられるのが嫌だから。今でこそネタ扱いだけど連載当時の挽回初披露の時はめちゃくちゃ格好良かったし盛り上がった。後に挽回が壊れたら修復できないという設定がお出しされて、俺は、がっかりした。よく勘違いされるが、龍門宝月丸はダメージが蓄積しても威力は上がらないんだ。単に挽回してから時間が経たないと目が覚めないスロースターターなだけで、殴ったり殴られたりすることで無理やり目を覚まさせているだけなんだ。脆いのでその過程で必然的に壊れていく。つまり挽回って叫んだ直後出てきたあれは視界並みの性能のただのでかい包丁で龍門がマックスになったらやっと挽回するってこと。挽回してないじゃん。挽回できる以上は隊長になれる最低限の力はあるってことだろう。それより強い敵しか出てこないから活躍する機会がないだけで柱守らなあかんのにプライド優先するのはいかんでしょ。そこは伊庭さんにも怒られた案件だからその通りである。一角は後手13体じゃなくザラキ体って感覚の男ゆえ、ソウルソサエキ編でのザラキにのみイチゴの情報を伝えるの、かっこよくはあるが大使としては失格そのものだし。挽回習得はあくまで後手13体で定められている隊長就任のための必須条件の一つであって、戦闘能力が隊長クラスであることを保証するものではない。必須条件といっても、現役の隊長を一騎打ちで倒せるなら別に満たさなくてもいい条件でしかないが、今では娘も道場に通って父娘に代で世話になってます。隊長になってもなんだかんだ人望もありそうだしこなせそうなのはわかる。挽回は置いといても戦闘力も作中では上位の上積みだし、主人公やあの世代がおかしいだけで実力もある。こいつは挽回バレするくらいなら死ぬんで、二
不利じゃないだよなぁ。まず11番隊の副隊長があれだから、普通に副隊長の仕事もやってそうだよね。ハゲは弱いがまず13隊自体が弱すぎる。どうあがいてもあの挽回ってあれ以上成長できないの？挽回は治らないのに壊れる前提の性能って、ある意味特殊感あるから。室ヶ谷の氷の花みたいに、極意命名編で実はめちゃくちゃ強い挽回ですみたいなことが明かされるかもしれない。まず挽回の性能を出すには100年単位の鍛錬が必要だからハゲはそもそも性能を出せてない可能性が高い。ザビマルみたいに真の形態があると思うわ。残月のおっさんが月牙を使わなくても倒せるって判断するような実力じゃ荷が重すぎる。よくよく考えるとあの過保護なメゾンドちゃん1から仮面出す必要なし判定されてるのはなかなか。挽回未習得段階のレンジ相手ですら懐に仮面出して防御してるのに。脳筋タイプからしたら割と理想の上司なんで元部下から尊敬されるのはわかる。それはそれとして挽回は抜きにしても視界すら脆いのは何かしら足りてないからな気がするので体調は無理だろう。ただまさなおざらき関係のこだわりという名の縛りを吹っ切れたら隊長務まる人材になれるとは思う。世界の危機に手抜きして負けるアホなんて隊長にいらんわ。自分のプライド優先して大使の任務舐めてるんだよね。これがあるからハゲあんまり好きになれない。挽回未取得の奴らに比べて実力も申し分ないし慕われる性格してるけど、自分のプライドのために必須の柱破壊されるのはちょっと。挽回お披露目の時はテンション天元突破したけど、直後の限定解除見て、よくよく考えたらあいつ三席だから制限されてねえよな。素で下っ端とギリギリの勝負やったんかってなった。レンジが言うには、相手が限定解除にびっくりしてくれたからうまくて勝てたけど、最初から本気出せてたら逆に危なかったらしい。それを体現してたのが一角。花言葉とか色々伏線あるっぽい島田誠の挽回を習得してないと信じてる。八千類いなくなってからはハゲ副隊長弓近三席になってる島は収めるべきところに収まった感。いやこの時は隊長に人も抜けたんだから、ハゲとレンジが穴埋めするのは割と妥当だろう。どっちも自分の隊離れたくないマンだったからならなかったけど、挽回できる副隊長以下他にいない時期だろ。龍門ほおずき丸の真の姿は砕けた大立ちの破片が新しい武器に生まれ変わるとかなら器用な一角らしいの挽回だと思う。ザラキ隊長に憧れ意識するあまり龍門ほおずき丸の一つの姿しか見えなかったまとな。レンジは挽回覚えたぐらいで白夜に勝てると思っちゃったり、かと思えば一角を隊長に押したりと戦力評価がガバガバすぎる。一角に関しては挽回の能力が外れすぎる気がする。戦って切ったり傷ついたりしていくことで強くなっていく能力なのに挽回が壊れたりボロボロなると修復できませんは噛み合ってなさすぎる。佐々木部も挽回持ってるし隊長大好きおじさんだし、もはや重装隊全体にうっすらとその手の精神が根付いてるんだと思うの。一角はレンジ以外の副隊長からも木すべはたけてるって評価されてるから、もし挽回できると知られたら推薦されそうではある。唯一反対唱えるのは一角のことをよく知るイバさんあたりだろうけど。何がひどいって下手したら永遠にエドラド戦の時より弱いままなんだよなこの人。やっぱホズキって名前と折れやすさからして何か隠されてるよな。名前か能力が間違ってそう。プライド優先した結果敗北して平気な面していられる男だから隊長の器ではない。一角は挽回を全く鍛えてないし視界ではレンジが上だからスレガの時点でレンジの方が上なんだよな。もともと視界の時点で一角を倒した一号レンジが圧倒するというぐらいの明確な差があるからな。挽回使っても視界のレンジに勝てるかどうか怪しい。多分挽回できるってことしか知らされてなかったから逆やくらい強い挽回を隠していると思い込んでいたんだろう。先輩としてはありだけど隊長としてはハゲは挽回どころか視界すら本当の能力か怪しい。本当に残白刀ほおずき丸って名前なのか。ほおずきの花言葉は偽りとか欺瞞とかだぞ。ハゲばっかり言われてるけど、レンジもどうかと思うわ。人に隊長になれって言う割に自分は挽回使えるのに隊長にならないとか。寿司がわらくんよりも幸運に助けられてる男。素の実力がヘボい。たとえ挽回最弱暫定王者のハゲ挽回に隠された設定があったとしても、もう連載が終わってしまった以上、それが明かされる可能性は皆無なんだよなぁ。